をしてきたイロリーグ、スーパーブラを選択するか。ステージはこのゲームすごく悩みます。スーパーブラを選択、台をうまく使っていったら問題始まりました。長橋さん優勢、大鳥さあ、長橋さん作りた、これは読めない。さあ、吹っ切れたか、長橋さんの戦いで大胆の武器もどんどんしている。さあ、しっかりと攻めていきたい。さあ、一方、大鳥さんはしっかりとバナナを持ちつつ、ゆっくりと攻めていく。無事に止めて、うまい。さあ、使いていきます。そして、着地はバナナを置いてますよと、着地はバナナがありますよと、投げ、投げ、全体、こぼして、さあ、取る。まだ取れない、まだ取れない。このパーセントでは作戦しない。さあ、作業。さあ、作業をして、お互いに攻撃の確認してから、ここは、さあ、台は怖い、台はショットがあるから怖い。大鳥さん、しっかり崖を崩してくる。さあ、崖の選択、大鳥さん、崖に切る選択。さあ、崎を拾い上げて、フリップが出たから勝負、バナナを拾っていくのは大鳥。さあ、JJ は14歳、スタッフが取られているか。まだまだ頼む、素晴らしい一撃。J7 は切り替えがこれは分からない。前菜、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 まだ知らない。さあ、まだパーセントが出なかったか。さあ、ちょっと忘れていった、大鳥さん。さあ、もっと大人に呼吸するか、取り合いたいか。さあ、しっかりと、大鳥さんが掴む。さあ、崖に出してからの勝負。フリップが作る。しっかりと返る、しっかりと返る。さあ、ジレンデーを当てて、おっと、この時期が。大鳥さん、一本選手です。ストップ差ではかなり有利な状況になりました。さあ、島村というステージ。それがどう対処してしまうのか。さあ、大鳥さんの目が前と、逆風の崖を選択。さあ、ここはさっきみたいにポップガンを拾って攻めていきたいか。さあ、大鳥さんどう出る。おっと、ビタルを待ってた。そしてここで見えない、今のは見えない。そんなの読み分けがない。バナナを拾って J-Y を当てていく。さあ、これどうかきてる。おっと、おっと、J-Y で攻めていきたい。バナナそしたらバナナを拾ってこけてから掴む。相手のボールを見てから掴める。素晴らしい強烈視力。2つも手暴れるのはこれは当たらない。バナナをゲットしてお互いにバナナを持っている。2つは危ない。2つはまだ知らない、まだ知らない。バナナが完璧、さすが勝利点のお願い。これがスマブラ X 崖を違いすぎる。さあ、こちらを崖の選択、逆の崖の選択。大鳥さん、もうしっかり戻る。こちらを拾ってまた崖、これは当たらない。長谷さんもうコップ崖に当たることはない。さあ、バナナを拾って、さあ、こちらの崖、これは読んでいましたとも。だがまだしかない、大鳥がかかっているか。バナナを出して、バナナを出して、2つだけに拾い上げる。拾い上げたらが勝負。さあ、どうやってバット、後ろ投げ。まだ厳しいか、まだ飛ばない。飛ばないと、あったい重い。さあ、あと何パーセント、何の技で殺したいのでしょうか。ポップガンを投げている。そのポップガン、いやらしい。さあ、しっかり当てていく。ポップガン、大きい強い気持ちになってます。さあ、こびてしまったか、そのものは問題ないと。さあ、バナナを投げて、さあ、強い気持ちを投げて当てていきたい。バナナが当たったか、何も入らない。前へ前へ、ここから、向こうを出していくか、当たらない。さあ、ポップさん、こびていく。おっと、読み上げる。ここから、ここから、後ろ投げ、まだ知らない。180%。さあ、しっかりとストップを取れればワンチャンあります。どんな状況でも諦めるような元気はありません。ユニップ、さあ、おっと、疲れて落としたまだいけ、まだ死ぬ。大鳥さんもよく復帰した。諦めない、そのところポップガンを拾って、ポップガンを拾って、さあ、バナナ2つとも長谷さんの足元になります。上に投げる、バナナを消さない選択。さあ、崖の逆を、おっとっとっと、崖、おっと、これは、なるほど、台を利用している。台の下からが伸びる。スーパーブラに全体的な自信があるというところでしょうか。ここから、台の選択、台が遊んでる。おっと、ポップガンが当たってしまう。ポップガンでも6番がある。崖を、ちょっと当てる。ここから、戻る、悔しい崖の選択、ポップガンが当たる。さあ、これはタイムアップも視野に入れるのか。大鳥さん、さあ、素晴らしい。さあ、崖王族は禁止しなくて、
風をつかむ、使って、さあ、バックラン、大鳥さん、ここは勝つためのジャッジ、ちょっと風を使って、この風をつかむ、さあ、ラテマスの回数制限も怖いところですが、トップさんが有利なら関係ないといったところでしょうか。全員上げて、上げていった、逃さない、ここまでバックが上がった、素晴らしい選択、叩きを拾っていく、ゲームを開いて、バンナーを投げる、バンナーの中を投げる、さあ、ポップガンがうまい、しっかりとなっている、今はここまでの使い物が切り込むか、他にいたでしょうか。全員上げて、大丈夫、もうない、こけて、崩しました、バナナを拾って、バナナを出す、24%、まだまだ、さあ、運命がいい、しっかり投げる、さあ、叩きを、セーブリピットが上がらない、大鳥が、ゲームへ、バナナがこけてしまった、大鳥さんが、走っているか、バナナを投げて、バナナを投げる、全然、さっき乗せてくる、これは当たらない、フリップキックうまい、さあ、ゆっくり、当たらない、全然で、素晴らしい、当たる、長谷さん、攻める心を忘れない、これはどうだね、横に当たる、掴んでいく、呼び合いが入る、体が上に向けて、さっき掴んだけど、さあ、下見で、おめさん、しっかり、さあ、それで、ガードスリム、おっと、ガーキュー、しっかり逃げる、大谷さん、事故はありえない、かつて事故らせるプロと呼ばれた大谷選手、さあ、おっと、バナナに当たってしまった、十分、スタートだ、さあ、いきなりワンチャンを動かさない、バナナ、長谷さん、一気に追いついてきました、ここで攻めていきたいところが、さあ、大谷さん、大の選択、大が大好き。さあ、しっかりと、これは誰の選択か、誰の選択か、全然が入る、そして影の選択、素晴らしい、早く乗って、こんなにうまい台の使い方をできるメタナイトを見たことない、さあ、これは誰の選択、長井さん待ってる、待ってる、おっと、誰が生まれたか、誰が生まれてきたか、そこには動きられない、これは大谷さんの意思、さあ、ポップガンで待ってる、ポップガンで待って、カタナを出す、さあ、もう一回、かけていく、さあ、10枚を当てにいったら、高橋さん、しっかりと待って、おっと、大谷さん、うまい、ここで来るか、ここで攻めてくるか、大谷メタナイト、さあ、どうやって殺していく、さあ、タイムアップもまた試合に出ているのか、この状況は、だがまだ焦る場面ではない、さあ、しっかりと、おっと、コードが出てるか、しっかりと戻ってくれ、大谷さん、事故らない、長いさん、いろんな攻撃で越せるか、さあ、崖町から大町、素晴らしいですね、こんな選択があったのかと、これ待ってよ、もう一回大町、さあ、これはそろそろ焦りたい心になってきた、2分切りました、さあ、バナナを上げてみたい、パーフェクトは胴体になっても大丈夫、さあ、大谷さん、しっかり戻って。まだ崖を掴んでませんですからね、崖を掴むという選択もあります、大鳥さんには崖を掴むという選択もまだまだあります、さあ、誰に行けるか、崖に行くか、しっかり戻ってきたよ、うわ、1分40秒厳しいか、1分37、36、時間は迫っている、おっと、今事故らない、ナイスタグラ、大事に逃げない、そして崖も続いてる、崖も同じ、どっちに逃げる、あそこだ、前へ、ここでそんな選択ができるのか、大谷選手、しっかりと崖の選択、40秒落ちる、今40秒落ちました、さあ、長さのバーを上がるか、どうする、反対にバーを落とすのは発表となりますよ、頼むのよ、じゃあしかして危ない、20秒落ちようとしている、どこで攻める、
スタイムアップ、むしろ長谷さんが美味しい女子よ。メダルが実は楽しみタイムアップでした。お、落ちて落ちて、さあ落ちましょう。で、崖捕まり回数見て、崖捕まり回数いくつでしょうか。おー、何回でした。55、セーフです。60なのでセーフです。ここら辺まで来ると確実に数えていたのではないのでしょうか。始まりました、スマブラを選択。1分、時間がいっぱい、どっちが勝つ、どうぞ確かに見える。これさ、ちょっと記憶で、いや、おーきた、勇気の逃げだったが、バナナを出す、バナナを出した、バナナを出しにしかった。さあ、ポップラン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 にしてみまして。